浜田聡くん、はい、NHK 党の浜田聡でございます。本日最後の質問となります。皆様よろしくお願いいたします。今年の11月上旬に住民税非課税世帯への5万円給付金への差し押さえ禁止法案が成立したにもかかわらず、 NHK がこの給付金を差し押さえた件について、NHK の山名理事に聞いていこうと思います。この件は前回も取り上げたわけですが、答弁内容を確認したところですね、私の方から国民の皆様にこの件に関してさらに知っていただきたいと思うことがありましたので、改めて質問させていただきます。山名理事お願いします。よろしくお願いします。前回の答弁としてですね、差し押さえた債権に関しては差し押さえが禁止されているものとは知らなかったという旨のことをおっしゃっていたように思うわけですが、その点が我々の把握しているような情報が見えないわけでございます。今回の被害者の方、この方茨城市の方の、方なのですが、その方と差し押さえをした東京丸の内法律事務所の弁護士とのやり取りの録音記録によると、弁護士はこう言ったそうです。茨城市からあなたに払うべきものを差し押さえることはできない、しかし茨城市から銀行に入った以上は差し押さえることができるという旨のことを言っております。つまり知っててやっているということです。その後この件が国会で取り上げられたことを知ったからか、この弁護士が前言を覆して知らなかったというようになりました。この弁護士の言うことをそのまま伝えられたならば、前回のご答弁のようになるのは無理もないわけですが、実態はですね、大問題が裏に潜んでいるということです。この弁護士が禁止されている債権を差し押さえるのみならず虚偽の報告もしているということです。今回差し押さえをした丸の内法律事務所に関してですね、NHK さんはこの法律事務所と契約を解除した方がいいと思います。今回というわけで、NHK さんに提案をします。丸の内法律事務所とは契約を解除すべきと思いますが、この提案へのご見解をお聞かせ。日本放送協会山名理事。お答えいたします。民事手続きに関しましては、法律事務所の意見を参考にしながら、協会の判断で対応を進めております。本件を理由に契約を解除するという考えはございません。浜田君。はい、今回とんでもないことをしでかした丸の内法律事務所の弁護士についてはですね、前回も申し上げましたが懲戒請求をしますし、それ相応の処分が下されるべきと思います。前回の委員会では NHK さんに再発防止についてお尋ねしたのですが、残念ながらあまり乗り気ではないようでように感じました。我々も NHK さんに期待できないのは分かっています。だからこそ我々は NHK の受信料を払わないことを最善策として国民の皆様にその不払いのサポートをしているわけでございます。ここで議席をいただくほどには多くの国民の支持をいただいているということをお伝えさせていただきます。話を戻して、私の方から再発防止策のようなものをですね、提案させていただくと、住民税非課税世帯のような貧しい世帯は NHK 受信料を免除するのがいいと思います。例えば生活保護世帯は受信料免除がされているわけです。住民税非課税世帯はですね、受信料の支払いが苦しいわけです。この世帯の支払いの義務がそのままですと、こういった事態が起こるわけですから、免除するに値すると思います。NHK さんにはちょっと時間が余りましたら、再度残った質問をお聞きしたいと思います。次の質問に移る前に、北朝鮮による拉致問題について、NHK がその被害を拡大したかもしれない件を指摘させてもらいます。今回の資料、一番後ろの資料なんですが、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会のサイト、2001年の記事を用意しました。要点といたしましては、拉致問題がまだ世間にさほど知られていなかった1991年の1月16日に、拉致被害者有本恵子さんの お父様である明弘さんご家族が拉致問題周知のために記者会見をしようとしたとき、直前になって NHK 記者による妨害が入って、それによってその後の事件解明救出などの動きに大きなブレーキがかかる原因とされる事件です。この件について過去の国会議事録を私が調べてみた範囲では、有本さんが参考人で国会に来られた時、平成14年の7月25日の衆議院安全保障委員会で、触れられている有本さん自身が
が触れられているのみで、国会議員の方がですね、この件を扱っている記録が、私が調べた範囲ではありませんでした。NHK が拉致問題の被害を拡大した可能性がある事件として、ここで問題提起をした上で、次の話に移ります。次にですね、特別宛所配達郵便や信書に関する話をしていきたいと思います。まず特別宛所配達郵便とは何かということですが、これは受取人の氏名が記載されておらず、受取人の住所が記載されていればその住所に届ける郵便のことです。今回の配布資料にその封筒の写真を用意させてもらいました。昨年郵便局がこのサービスを始めました。この郵便ですが、いろいろと問題のある制度だと思います。問題の一つがその料金の異常な高さです。利用料金の異常な高さです。普通郵便ですと、住所と受取人の氏名を確認し、それが郵便物と一致しているのを確認した上で郵便受けなどに投函をするわけですが、この特別宛所配達郵便は受取人の氏名が記載されておりません。つまり配達時に受取人の名前を確認する必要がないわけです。それにもかかわらず追加で150円もの料金がかかるわけです。定型封筒の普通郵便ですと84円ですから、さらにその倍近い追加料金がかかるわけです。今回料金の問題の指摘はここまでにとどめます。ここで扱いたい問題としてはですね、 NHK がここの特別宛所配達郵便を使って数多くの世帯に受信契約を要求する旨の郵便物を送っており、さらにこの郵便物が信書に該当するかということでございます。信書とは特定の受取人に対し差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書とされています。こちらは郵便法第4条第2項で定められていると承知しております。そしてこの信書を送る事業を行うためには、その許認可が必要となっております。ここでは信書を送るための許認可を、信書規制と呼ばせていただきます。ちなみにこの信書規制によって、ヤマト運輸は黒猫メール便のサービスをやめております。今回の配布資料にヤマト運輸が信書規制を問題視している、この規制に対して怒っているメッセージをですね、掲載しているウェブサイト用意させていただきました。信書規制はですね、民間サービスを廃止に追い込み、郵便の選択肢が減り、結果として郵便料金がアップしたり、郵便物が配達完了までに時間がかかるようになったりするなど、社会に大きなマイナスの影響を及ぼしており、見直すべきものと私は考えております。先ほどの特別宛所配達郵便に話を戻します。NHK が送っているこの特別宛所配達郵便は信書なのか否かと、こういう質問を先日総務省の方に投げかけたところ、総務省からは信書である旨の回答をいただきました。ここで一つ大きな問題がありまして、実は NHK が受信契約を要求する旨の同じ書類をですね、この特別宛所配達郵便で送っているわけでございます。 NHK はそれを送る許認可があると思います。問題はですね、その許認可を持ち合わせていない NHK の委託業者である N リンクスなどの業者が、この特別宛所配達郵便で送られている内容物と同じ受信契約を要求する旨の書類を送っているということです。つまり許認可のない業者が信書を送っていることになると思います。犯罪になると思います。ちなみに先ほど紹介したヤマト運輸はですね、信書規制で犯罪になることを恐れて黒猫メール便を廃止しております。先日総務省の方とお話をさせていただき、この犯罪情報の提供をさせていただきました。その話においてはですね、総務省に調査をするようにお伝えしたところでございます。そこで参考人の方、そして大臣にもまとめてお伺いします。調査の進捗状況を教えていただきたいと思います。で、大臣にはこういった状況についてのご見解を教えていただきたいと思います。藤野部長。お答えいたします。信書の定義でございますけれども、これは先ほどご指摘いただきましたように、郵便法の第2条第2項の規定におきまして、特定の受取人に対し差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書と定義されてございます。今お話がございました NHK が特別宛所配達郵便で送っている郵便物の関係でございます。放送受信契約を締結を確認できない方に対しまして、一定の期日までの放送受信契約の手続きを求めているものがございます。これは、今お話もございましたけれども、受取人の氏名を記載してございません。受取人の住所または居所を記載しているものがございますけれども、これはその住所
または居所に居住する配達先に配達することを求めているものでございまして、特定の受け取りに対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書とに当たるというふうに考えてございます。この扱いでございますけれども、日本郵便では、その住所または居所に配達先となる方がいない場合、あるいは複数の配達先があることになってしまうような場合、これを確認いたしまして、その場合は配達先が特定されないとして、差出人に返還する取り扱いをしてございます。これに対しまして、今、先生ご指摘がございました NHK がポスティングサービス事業者に依頼して配布した文書ございます。受信料制度や各種の手続きを案内する文書でございます。このご紹介いただきましたこの文書について、NHK から情報を得たところでございますけれども、こちらにつきましては、特定の受け取り人を選別せずに、広く事実等を一般に知らせるものとされているものでございまして、信書には当たらないものと考えてございます。以上でございます。松本大臣。先ほど政府参考人からご答弁申し上げましたとおり、NHK からの情報をもとにいたしましたら、お尋ね文書は、信書には該当しない、郵便法の規定には違反しないということで、認識を持つに至っているという状況でございますので、委員からご指摘というか、ご議論がありました点、私どもとしては繰り返しになりますが、お尋ねの文書は信書に該当せず、郵便法の規定に違反しないものと認識をしているということでございます。浜田君。私が把握している、証拠としてはですね、やっぱり内容物が同じなわけなんですね。で、一方が信書、一方が信書でないということはですね、やはりおかしいと思うわけでございますので、改めて調査をお願いするとともにですね、この点については、引き続き、取り扱っていこうと思っております。次に、東京都と委託契約をしている一般社団法人コラボが適切ではない会計処理をしていることが指摘されていることについてお伺いしていこうと思います。この件は、SNS や報道などでかなり話題となっております。国というよりは、主に東京都が関わる問題ですので、東京都議会でしっかり対応されるべきと考えますが、このコラボの事業については、東京都からのお金のみならず、国からのお金も出ていると承知しております。世間の注目も高いように思います。のでここでも簡単ですが取り上げさせていただきます。これまでに判明しつつあることとして、主に税金が原資である公のお金の使われている事業に関して、東京都によるチェックがかなりずさんであろうということでございます。東京都からの委託事業等をしているコラボが公表している会計資料などを見ると、適切とは思えない処理をしていることがさまざま指摘されており、東京都はしっかりチェックをした上でお金を出すべきと考えます。今回配布資料としてコラボが公表している資料の一部を用意させていただきました。問題ではないかと指摘されている部分を読み上げさせていただきます。コラボ公表資料1枚目の3番、委託経費の予算と実際の支出の関係というところでございます。若年被害者助成等支援事業の委託経費の予算は、車両関係費、宿泊支援費などいくつかの大項目に分かれております。ただし実際の事業の遂行の中で、当初の計画とは異なって新たな支出に対象に支出する必要が生じたり、逆に予定していた支出がなくなるなどの変更もあり得ます。この場合、コラボとしては項目を超えた調整をすることがあります。このような項目を超える支出の調整を禁じる規定はなく、項目を超える調整を行っても問題はありません。この部分の記述について政府参考人の方に2点お伺いしたいと思います。1つ目は、大項目間の支出の流用を東京都が認める点に関して問題ではないかという指摘がなされており、この点に関するご見解をお伺いします。そして2つ目としてはですね、こういった問題が起こることを予防するために、例えばアメリカではですね、経費のチェックのためのプロジェクト専用の銀行口座を開設させ、プロジェクト関連のすべての入出金を当該口座で実施させるといった対策がなされております。そういう対策を導入すべきという意見への ご見解をお聞かせいただきたいと思います。野村審議官。お答え申し上げます。ご指摘のこの若年被害助成等支援事業、こういったものを含めまして、国の補助金といいますのは、補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律に基づきまして、不正な申請であるとか使用といったものを防止し、適正に執行していただく必要があるというところでございます。で、このご指摘の支援事業でございますけれども、都道府県等を補助対象としておりまして、その都道府県から民間団体に委託をすることができるという構造になっておりまして、この被害助成に対して、さまざまな
支援を行うような事業となっております。そこでご指摘の使途、使い道でございますけれども、こうした多岐にわたる支援を地域の実情に応じて事業を実施していただけますように、この事業の実施に必要な報酬であるとか、需要費、役務費、備品購入費など広く補助の対象経費としているところでございます。また当初の事業予算の配分の枠組みについて、事業執行の途中で、流用といいましょうか、移し替えといいましょうか、ああいったものの変更、そういったことも含めてですね、対象経費の、補助金の対象経費の中で、かつ事業目的に反するものでなければ、柔軟に活用いただけるものとしているところでございます。このご指摘のこの一般社団法人コラボの会計処理についてでございますけれども、先ほど申し上げましたように、この補助金を活用して事業を行っておられる東京都において、この委託先である一般社団に対して、会計処理も含めてですね、適切に管理をしていただくべきものと承知をしております。それと専用口座とのご指摘でございますけれども、こういった専用口座を設けさせるということが、この適正の補助金の執行に有効であるかどうか、今回の場合の東京都からの委託費でございますけれども、それに有効であるかどうかというのは、実施主体であるその自治体にご判断いただくべきことかなというふうに考えてございます。浜田君。はい、この件に関してはですね、私の把握しているところでは、都議会の各会派、いろいろと動いているようなので、そちらに期待したいと思います。最後に杉田水脈総務大臣政務官に関してお話を伺っていこうと思います。このところ、国会において野党を中心に、杉田政務官への更迭要求の旨の質問が数多くなされました。各党、各会派、それぞれの考え方がありますので、この国会においてどういう質問をするのかというのは、それぞれの立場からご自由に行ってもらえればいいと思うということをですね、まず申し上げておきますが、私自身、参議院予算委員会、総務委員会で、その旨の質問を目にした感想としてはですね、同じことの繰り返しという意味では、有意義なやり取りであるとは思います。12月2日の参議院予算委員会において、岸田首相は杉田政務官に関する質問に対して、職責を果たすだけの能力を持った人物と判断したと述べておられます。私は岸田総理のおっしゃることについてはですね、意見は一致しておりますが、その内容に関する説明をもっとすればいいのではと考えております。もちろん杉田政務官の過去の発言に問題があるとは私も思いますが、杉田政務官の過去を振り返ってみますと、そういった問題を上回る国益に資する活動もされていると思います。だからこそお亡くなりになられた安倍晋三元首相から高く評価されていたのだと思います。例えば従軍慰安婦に関する朝日新聞をはじめとする捏造問題は、それらに対抗する数多くの活動をされており、国連においても クマラスワミ報告書の撤回を要求するなど、フランス語でのスピーチするなど、高く評価されていると思います。そこで総務省の方と大臣にまとめて2点提案です。総務省として杉田大臣政務官の過去の功績をですね、改めて再確認してまとめてみてはいかがでしょうか。あとですね、大臣には過去の発言の問題を指摘されて、更迭を要求された場合の答弁としてはですね、過去の功績を具体的に紹介してみてはいかがでしょうか。つまりデメリットを大幅に上回るメリットがあるという反論をすべきということでございます。松本大臣。はい、やはり、杉田現在大臣専務官でありますが、過去のこれまでの政治活動を、総務省総務大臣が、具体的に紹介する立場にはないと考えているところでございます。杉田大臣政務官というよりは、杉田水脈政治家、杉田水脈の評価につきましては、国民の皆様の判断に委ねられているところでございますが、今回、私の方からお詫びと発言の取り消しを指示させていただいた案件のように、拙い表現によって、人を傷つけるような発言など表現については、私も不適切と考えたもの、これについては、適正な対応が、適切な対応が必要だということでさせていただきましたが、その他の政治家杉田水脈の活動については、私どもが紹介する立場にないということをご理解をいただけたらと思っております。浜田君。はい、最後の
質問になると思いますが、この件に関してもう一つ大臣に提案したいと思います。杉田政務官の過去のいわゆる生産性に関する記事に関して繰り返し批判がなされている話です。この同様の趣旨の生産性に関する話は過去に菅直人さんも述べられていることでございます。菅直人さんが民主党代表代行だった2007年1月愛知県知事選の応援のため名古屋市に入った演説で次のように発言されておられます。実は愛知も私のすぐ東京も生産性が1位2位を争うぐらい低いんですよね。何の生産性が低いか、それは子供を産むという生産性が最も低いんですよね皆さん、という演説をされておられます。そこを踏まえて大臣に提案です。杉田政務官へのアドバイスをお伝えします。アドバイス、どういうアドバイスかと言いますと、生産性がないという過去の新潮記事を追及された場合に、尊敬する菅直人さんが愛知県も東京も子供を産むという生産性が最も低いという旨の演説をされており、その内容に私は高い問題意識を持っていることから、新潮の記事を執筆してしまったといった旨の答弁をすればいいのではないでしょうか。生産性に関する追及のたびにこの旨の答弁をすることで、民主党議員の方のいわゆるブーメランを周知することができ、追及が止まることが期待できると思います。提案に対してご意見伺いたいと思います。申し合わせの時間が過ぎておりますので簡潔にお願いいたします。松本大臣。はい。ご指摘の菅直人議員の発言については詳細を申し落ちておりませんし、また個々の議員の政治活動に対する評価を総務省総務大臣の立場からコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。また今ご提案をいただいたわけでございますが、先ほどご答弁申し上げましたように、私どもとしては総務大臣、総務大臣政務官としても、やはり内閣の方針に反する、不適切である、そういった表現、つたない表現によって傷つけ、人を傷つけたようなことについては、適正に対応することが必要であるということで、それぞれの各議員の活動などを評価、ないしはそういったものに関与するということは、お預かりする立場から差し控えてまいりたいというふうに考えているところでございます。本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。